こんんにちはゴルフファンの皆さん今日も渋野日向子選手が見せてくれた壮絶な瞬間、都道ジャパンクラシックでの見事なショットイーイーグルは、まさにゴルフファンにとって忘れられないものとなりました。このイーグルショットは、ただの1ポイントではなく、渋野日向子選手の強靭な精神力と天才的なテクニックを象徴するものであり、彼女のプレースタイルを改めてファンに印象づけました。果たして渋野子選手が抱える悩みや 彼女の華麗なプレーに隠された努力と挑戦とは彼女が見せたその瞬間の裏側を深く掘り下げてみましょう圧巻のショットインイーグル渋野日向子が見せた瞬間都 o ジャパンクラシックの第2ラウンド滋賀県セタゴルフクラブでのおはこパー5渋野日向子選手は8連続パーという安定したプレーを続け残り80ヤードからの第3打目に挑みました グリーン右奥に放たれたショットは強烈なバックスピンがかかり、まるで吸い込まれるかのようにカップイン。瞬間的に彼女は驚きの表情で口をあんぐりと開け、その後、満面の笑顔で両手を上げました。このシーンはまさに LPGA が公式 X で、日名しぶのがフェアウェイからイーグルを奪うと題して動画を投稿するほど、ファンにとっても感動的な瞬間でした。このショットは、 今季国内2戦目となる渋野日向子選手にとっても特別な一打となりました。インスタートから出た前半では17番までパーが続き、彼女がどのように調整しているのかを多くのファンが中止していた中でのこのイーグルは、まさに期待を超えたパフォーマンスでした。ゴルフファンたちは息を呑むような渋野日向子選手のプレーを目の当たりにし、彼女が復活の兆しを見せたと感じたことでしょう。苦悩と挑戦のシーズン、渋野日向子の歩み。 しかし、このイーグルショットが素晴らしかった一方で、渋野日向子選手が今シーズン抱えている困難や、成績の波についても触れないわけにはいきません。渋野日向子選手は今季、全米女子オープンで2位、全米女子プロで7位と大舞台で好成績を挙げるものの、シーズン後半から苦戦が続いていました。 特に7月以降の成績は低迷し、韓国での BMW 選手権では体調不良により危険するという場面もあり、ファンからも不安の声が上がっていました。このような不安定な状況の中、渋野ひな子選手は自国での都道ジャパンクラシックに臨みました。初日をイーブンパーで56位タイと期待に依頼られないスタートでしたが、彼女は体は動いているがリズムが合わなかったと語り、体調面での不安を抱えながらも、 プレーをを続ける決意を見せていましたこのように彼女はプレッシャーを感じながらもその場に立ち続け次の一打にかける姿勢を崩さなかったのですファンの期待と現実の狭間渋野ひな子選手の現在地渋野ひな子選手はベイツアーに参戦する中で多くの苦戦を強いられており国内の大会に戻るとさらに注目を浴びファンからの期待が一層高まりますしかし 彼女の魅力の一つはその予測不可能さにあるとも言われています例えるならばたまに満馬券を出すあてにならない馬のような存在大舞台で時折爆発的なプレーを見せながらも安定感には欠ける一面があるのです国内ツアーでも予選落ちが続き期待を裏切る場面が多いとされていますがそれでもなお彼女を応援するファンは後を絶ちません一方でライバルたちの安定した成績も注目されるポイントです 国内でのライバルである山下美優選手や岩井姉妹のような選手たちは着実に結果を残しファンからも評価されています特に彼女たちが常に安定したパフォーマンスを見せるのに対し渋野日向子選手はそのアップダウンの激しい成績が賛否を呼んでいるのです未来への挑戦と期待渋野日向子選手の声から渋野日向子選手が再び国内外の大舞台で輝きを取り戻す日はそう遠くはないかもしれません 彼女が抱える体調面や精神面の課題を克服し、安定したパフォーマンスを取り戻すことができれば、日本女子ゴルフ界に新たな光をもたらすこと間違いありません。渋野日向子選手の持つ、人を魅了するプレースタイルや爆発力は、他の選手にはない彼女ならではの強みであり、ファンにとっても唯一無二の存在です。渋野日向子選手にこれからも応援を送り続けましょう。彼女の挑戦は終わりではなく、 新たなスタートを迎えています。ゴルフファンの皆さん彼女がどのような奇跡を起こしてくれるのかその一瞬を見逃さないでください。